こんにちは、ポンコツです。今週も生きております。前回トルコ南部アンタリアの滞在を経てイスタンブールに向かっているわけでございますが、初めて滞在するイスタンブール、一体どんな街なのでしょうか。イスタンブール編はおそらく3本ほど更新予定でございます。ゆるい気持ちで見ていただけたら幸いです。ではスタート。お世話になります、ポンコツです。今イスタンブール空港に到着しました。空港を出た雰囲気はこんな感じ。到着したのはサビハ玉ちん国際空港。空港名はトルコ初の女性飛行士サビハ玉ちんさんにちなんで付けられているんだそう。このバスを利用して市街地を目指します。釣りもちゃんと渡してくれます。空港から街中までは約40分、44キロの距離を行きます。バスを降りタクシーに乗り換え、今日のホテルに向かいます。今回お世話になるホテルはトリアーナホテルカラキョイ。ミニバーはこんな感じでコーヒーと紅茶がありますね。お水はフリーだそうです。スリッパもあります。一応シャンプーとコンディショナーもあります。ボディーソープもあります。個人的にはこのロックがちゃんとついてるのが嬉しいです。果たしてこの辺は治安がいいんだろうか。イスタンブールの地図なんですが、今私が泊まっているホテルがちょうどこの辺です。で、ブルーモスクとかアヤソフィアがこの辺にあって、バザールとかがこの辺にあるという感じですね。あと何かあった時のためにこのホテルの番号が書いてあるカードを持っておきなさいと渡されました。あとこのホテルでは空港への送迎だったり洗濯だったり PCR 検査なんかもやってるそうですね。250トリコリラなのでだいたい2000円ちょっとだと思うんですが、お得だと思います。最終日これここで受けようかな。空港から市内に来る時に乗ったバスで、隣の人がトルコの軍の方だったんですけど、なんかすごく親切にいろいろ教えてくださったんですが、最後バスを降りるときに誰も信じるなと言い残して降りていったのがとても印象的でした。まあ、イスタンブールに来てすごく都会だなという印象を持ちましたので、ちょっと気を引き締めて旅を続けていきたいと思います。おしゃれなカフェが多いです。
ヨーロッパ側の新市街ベイオールの一角にあるカナキョイは、古い歴史と現代の文化が交差する地区。19世紀頃のオスマン帝国時代は経済の中心地として、その後は貿易や輸送機関の中心地として栄えていました。そんなカナキョイが近年、若者のおしゃれスポットとして変貌し始めたといいます。コーヒータイムです。ここで飲んだカプチーノがですね、私が人生で飲んだカプチーノの中で一番美味しかったんですね。びっくりです。お茶文化があるトルコですので、バリスタさんのレベルなんかも高いのでしょうか。結局まだ明るいので、ガラタ橋を渡って少しお散歩をしてみます。すごい。ここで物価調査といきましょう。とあるスーパーにやってきたわけですが、これなんだろう。じゃがいもと玉ねぎの値段はこんな感じ。日本で買うとお高いザクロもこのお値段。普通のコーラの他にクラウンというコーラがあるようで、そちらはもう少しお安めのお値段です。トルコといえば紅茶ですね。1キロの茶葉で一体どれだけのチャイが作れるのでしょうか。パスタ。お米の形が日本のものとよく似ているものもあります。一番安いもので1キロ約65円でした。こういったものはよくお土産で買っていったりします。最後は日用品コーナー。パンテーンのシャンプーコンディショナーは約220円でした。
サバロールをいただいていきます。飲むヨーグルト的なものも注文しました。ホテルの斜め向かいにあるカフェにやってきました。今日はイスタンブール1日目ということで、ホテルの周辺を中心にブラブラしてみたんですけど、こんなになんかおしゃれなスポットだと思ってなくて、ちょっとびっくりしました。おしゃれなカフェとかもすごく多くて、どこでくつろごうかと本当に迷います。明日はガラタ橋を渡って、ガラタ橋のあっちの方の散策に出かけたいと思います。ではおやすみなさい。